かがり火は、サウィンの祝祭の一環サウィンは、ケルト歴で一年の始まり、すなわち夏の終わりと冬の始まりにあたる10月31日の前夜祭りとと11月1日の祝祭ケルト人は一年を、夏イコール光と冬イコール闇に2分する。ハロウィンの原型の一つと考えられており、ハロウィンは、サウィンの前夜にあたる。サウィンは、夏の収穫を祝う行事であり、 余剰分の作物や盗撮された家畜が教職に供される。死者の魂が現世に帰ってくる日だともされた。異界と通じる時期であることを利用して占いが行われる。かがり火が伝統的に祝祭の一環として焚かれる。インボルク、ベルテインそしてルーナサと共にゲール人の季節の祭りのうちの一つであり、ユール、インボルク、オスターラ、ベルテイン、ミッドサマー。 ルーナサ、名盆とともに、ケルトの一年を区切る八つの祝祭の一つである。万霊説とも。サウィンの名称は、ゲール語、サム・フィンに由来するとの説が有力。古代アイルランド語では、サバンと呼ばれた。10月31日のハロウィーンの日は、アイルランド語で、イハ・シャムナ、スコットランド・ゲール語で、オイ・カ・シャムナ、マンシマ語で、オイ・エ・ハウニーと言い,い、11月の夜を意味する。 11月1日や祭り期間のことは、同順にラツバナ、ラツバナ、ラーハウニーと、11月の日を意味する。サウィンは、悪魔やサタンに相当する、死者の王のための祝祭だと誤解されたことがあったが、これは、土着宗教を悪魔になぞらえようとした、カトリック教会によって広められた誤りである。ありがとうございます。